イギリスで空飛ぶヘビ、フライングサーペント出現。こんにちは、ゆるふわチャンネルのいのりちゃんです。イギリスで奇妙な未確認飛行物体が目撃されました。雲間に浮かんだその姿はさながら伝説に語られる竜のようにも見えます。空飛ぶヘビと呼ぶ謎の飛行物体の正体が一体何なのか調べてみたのでご紹介します。白く光る巨大なヘビが目撃された。奇妙な物体が目撃されたのはイギリス、イングランド、北西部チェシャー州のクルーという小さな町です。今年4月14日の夕方6時ごろ、犬の散歩をしていた2人組が空に浮かんでいる不思議な光る物体に気づきました。夕暮れ前の薄暗い空の雲間に白く光る巨大な蛇のような物体が飛んでいたのです。明らかに雲ではない。目撃者たちは発見当初、変わった形の飛行機雲だと思ったといいます。ですが画像を撮って拡大してみて明らかに飛行機雲でないことが判明。さらに奇妙なことに、他の雲が風に吹かれて形を変えながら移動しているのに、その光は形状を保ったまま全く動く様子がなかったといいます。しかし観察を始めて数分後、光る物体は突如として姿を消してしまったといいます。空飛ぶ蛇の正体は、実は空を飛ぶ蛇のような物体は以前より世界中で目撃されており、フライングサーペント、あるいはスカイサーペントなどと呼ばれています。フライングヒューマノイドと類似した空飛ぶ生物の一種であり、ネット上には画像や動画が多数投稿されています。また同様の物体はワーム型 UFO と呼ばれている場合もあります。世界中で目撃されるヘビのような奇妙な飛行物体、このヘビのような奇妙な飛行物体、その正体は一体何なのでしょうか。宇宙人の乗り物であるという説、あるいは偵察用のドローンであるというおなじみの説もありますが、未知の生き物ではないかと主張する人たちも多いのです。世界各地で古来より伝承に語られる竜やドラゴンの正体こそ、実はこのフライングサーペントだと言われています。全くもってロマンあふれるお話ですよね。いかがでしたか？フライングヒューマノイド、フライングホースに次ぐ新たな未確認飛行生物、フライングサーペント。雲の上にも未知の巨大生物が潜んでいるのかもしれませんね。皆さんはどう思いましたか？コメントお待ちしております。この動画がたくさんの方に見ていただけるように動画の拡散を希望しています。ご協力いただける方は最後にグッドボタンを押していただけたら幸いです。チャンネル登録もお待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございます。